はい、こんにちは。2020年2月18日火曜日です。今日は、配信が遅くなって、しまいました。というのも、すっかり、ここのところの気温の変化、あるいはコロナウイルスにやられて、ちょっと朝は調子が悪くてどうにもなりませんでした。ということで、この時間にお届けしております。早速、昨日の更新情報を見ていきます。太田の売り地165平米こちらは飛ばします。で、加田こちらも売り地です。まあこれはサニータウンかなんかですかね、この価格だと。まあオーシャンビュー南が開発道路なんで、多分そうですね、サニータウンですね。2000番台なんでしたっけか。はい、そうですね、やっぱりその通りでした。はい、次はムソタの中古コーダーって1989年築、これは前に見たことがあるかもしれません。はい、ないかな、ちょっとイメージがないですね。では次に行きましょう。本町7丁目本町っていうんですかね、中古マンション占有が 67.5平米、10階建ての4階部分。まあまあ悪くはないようなサーパスですね。ちょっとね、ま、インターネット遅いんで、今日まで、明日からは早くなる予定です。明日の午後からは。はい、はい、次行きます。坂枝に、坂枝にの、これは中古、中古戸建てです。坂枝に、まあ、徒歩17分なんで、富士登台ではないかな。まあ、だけど、富士登台っぽい。あ、富士登台ですね。あ、でもちょっとわかんないですね。どうだろう。結構こういうところありますもんね。一応見ます。はい。まあ、この辺のようです。ということで、富士登台ではないような感じです。ちょっと、はい、詳細はお問い合わせください。はい、以上で昨日登録更新された不動産の情報をお届けしました。詳細を知りたい方、確認されたい方、あるいは不動産を売却されたい方は、お電話ないしは LINE でご連絡の上ご来店いただければと思います。ということで、本日は遅くなってしまいましたが、以上で終わります。ということで、まあ、今日も、良い一日をお過ごしくださいではなくて、ね、また明日も、良い一日になるように、頑張りましょうというか、まあ、今日は皆さん、風邪ひかないように、まあ、風邪ひかれている方はしっかり休養を取っていただければと思います。しっかりコロナウイルス、インフルエンザ風邪対策を実施しましょう。ということで、本日もありがとうございました。失礼します。